モンスターカチャンネルズのグルメグッズバカ売れよ。よかったじゃない。もうどれぐらい儲けてんのよ、あなた。もうちょうだい、ちょっと。もう大変。みんな。え？買ってくれて。グッズ。グッズ。結構いいのありましたもんね。バブルゲットまであったじゃないですか。あ、ねえ、はい、あとなんかこう、なんか特別生地の、あのデニム生地の、あれ、安西が作ったんですよ。安西あれ、あんまりルートじゃないです。確かに、いらないですよ、あれあれ、いらないですよ。本当に、高田です、見ていただいて、たくさん買っていただいて、ありがとうございます。もうすぐだから、もうね、もうやってられないね、こういう茶番を。いやいや、茶番じゃないですよ。もうやらなきゃいけないんだから。してるんですか。当たり前、もう始まるわよ、来週。だ、のりたけさんと会ってますか。会ってない。まだまだ一今年買い物ってみたのかな。ええー、だってあのちょっとあったポストポスト取るとき、パンフレットを取ったときにあった、茶番やってられないの。いや、茶番じゃないんですよ。返しても、今日ちょっとほらサンミュージックにどチャンスのこともあるからね。いや、ちょっと、はい、今日この人なんで、まず、いいですか、よろしく。はい、竹山さん、あら、どうも、どうも竹山です。だってこの間飲んだんですよ。俺ちょっと高橋さんびっくりしたわ、今オープニング聞いて。ええ、何、トンネルさんのライブにこっち売れてんですか。はいはい、この間モンデルで売れてねえからおめえ買えよって言われて。いや、俺安西でしょ。いや、俺一個も欲しくねえ。前掛け1万円でその場で買って。一番安西でしょ。一番ダメだよ。俺前掛けは売れてないの。あれ売れてない。俺全然いらねえんだけど。俺だけですよ、あれ買ってんの。あいつ、俺にもバブルヘッド買えって言うんだし。おとぼれ亭のチャットロケやりなさいよ。やって、もう申請とかいろいろやって大変よ、あなた。もうと武道館の申請どれだけ鬼のように厳しいわよ。本当に私やってるわよ、いけないから。よっか入れないのよ。武道館のやつの曲2曲しか入れないのよ。何言ってるんですか。やれの曲言ってたの。それやれなくて、やれなダメって言ったんですね。やれのライブじゃないですもんね。でも靖国通りのあたりでうろうろするわ私。本当に悔しいわよ、竹ちゃん。入れてもらえないね。悔しいわ。本当に入れてもらえない。ファッションって入ってくるんだから。ファッションって何よ。入りたいやつは来るだから。いや、いますよ。痛いやつ。知れ、トンネルさんにめちゃくちゃ近いやつもなかなか入れないですよ。なのに原口くん、どうなってんのよ。原口くん 2days 来れんのや。おかしいじゃん、あいつ。基準がおかしいですね。基準。そして今日、はい、タカさんが以前から言っていた、はい、サンミュージック VS、はい、グレープカンパニーの若手ネタでございますけど、はい、いよいよ対決が。そうです。この笑い界のワールドシリーズ。そうですね、はい、サンミュージック VS グレープカンパニー、はい、竹山さんが、竹山さんサンミュージック代表で、代表で今日代表勝てますか。僕がインタビュー今見たんですけど、はい、うん、ヒンだって感じですよ。ヒン。そうですか。僕も最近このコーナーも参加してなかったんで。まあでも強いのもいる。この間なんかね、あの、高橋さん見て面白いって言ってくれたコンビも、サツキってコンビもいますし、あいつも結構東京のライブとかで今調子みたいだし。やっぱりこのワールドシリーズは打撃戦だと思うんですよ。はいはい。どれだけ打線になるかですよね。の繋がるかですよね。ヒン大気味じゃないですか。大丈夫ですか。でもシャンソン姉さんいるから大丈夫です。シャンソン姉さんを4番に据えようかなと思ってかなりのやっぱり人数を要しますからね。そうですね。まあそうですね。自信あるんですか。でも一応みんなライブ慣れてるし、ライブ界ではみんなそこそこやってると思いますんで、俺はいけると思いますけどね、サンミュージックで。大丈夫ですか。はい。まさか社長出てくるってことはないでしょうね。リッキーさん。最後に、ブッチャブラザーズが出てくるっていうことはないですよね。あの小さい子でしか言えないですけど、あの人たち若い時から受けたことないですから。出しちゃダメです。受けたことないから。大丈夫です。最初も出さないでしょ。石橋さん、今日若手はまたネタ見せということで、はい、何も知らないんで、はい、今日決定したということまず報告に。メンバーはだから、メンバーはどこ、俺がだから、当時は決めりゃいいと思う。ラインナップ。俺がね、ラインナップでね。先発5人ですからね、多分。5人、5組決めりゃいいと思うんですよ。俺が当日までね。どうぞ。
ってこんちは。あ、いやあ、ほら、はい、座って、それで今日来たのは、はいはい、皆さんにお知らせがありまして、はい、もう10月ももうすぐ終わりになりますが、はい、12月にですね、グレープカンパニーと、まあ、ギャグワールドシリーズというギャグワールドシリーズ、これをちょっと、開催したいと思いました。スターミュージックの一応キャプテンとして竹山さんが就任しました。私が勝ってるんだよ。竹山さんが、これから12月までに、5組を選出して、サンミュージック代表としてグレープカンパニーと、まあ、タイマンギャグマッチと、そうですね、お笑いワールドシリーズと、シリーズ、一応さっきも言ったんですけども、5組目にブッチャーブラザーズは入れないでください。だから安心、皆さん安心してください。みんなチャンスがあるから安心してください。負けが確定する。わかるな、ノリやな。危ないです。ぜひとも12月に、はい、開催決まりましたので。おお、日にちも言っていいんですか。一応言っていいですか。一応日にちは12月の26日。はい、行きます。上げていきましょう。で、ものすごい、賞金が、ものすごい賞金です。マジか。その5組には勝ったらね。マジか。グレープカンパニーに勝ったら。負けたらもう1円も入らない。1円もあるんですよ。総取りなんで。総取り。もう下手したら何万円じゃないです。下手したら。1組が総取りですか。いや、事務所が、で、キャプテンさんがポイントで MVP はいくらとか。竹山さんが握ってるんですか。まあそれはやり方は、まあグレープとうちでもやり方は違うと思いますけど、普通に考えると大量のお金がありますから、一番受けたお前らには何十万、お前らには何万ということが行う。これで、12月に向けて、だからネタ作りをしっかり。よろしいですか。一本です。ネタ一本。勝負ネタ一本。何分ですか。普通のライブサイズだと何分ぐらい。3分半から4分ぐらい。まあでも僕、4本あれば。4分ください。もう4分持つ2分半で。ダメだよ。ダメだよ。それはまたおいおいね、何分で落ちる。そうですよね。はい。はい、まあとにかく5組に入らないとどうにもならない話なんで、はい、ここはもう同じサンミュージックの中でも戦いがあるわけで、その戦いを勝ち抜いて12月元気に会いましょう。はい、お願いします。26日です。はい、そこそこでかい会場でやります。ちょっとまだそれはあれだけど、まだそうなんですね。じゃあ今からグレープカンパニーに行ってまいります。行ってらっしゃい。今からグレープカンパニーに行ってじゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ頑張ってみんな。ということで、はい、グレープカンパニー稽古までやってまいりました。そうですね。ということで、グレープカンパニー、やっぱあの人ですか。はい、代表、はい、
社長です。ドンキちゃん。あ、そしてはね。ドンキちゃん持ってるの。すみません、あの結婚ね。結婚して、あの新婚で。お祝い渡してから。はい、すみません。何も。落とさせないですか。ああ。あら、そりゃ冷たいな、あゆむちゃん。頑張って、嫁と頑張って。綺麗ですからね、可愛くて。なんか奥さんの友達と一緒に軽くお食事会なんてね。はあ、そうです、ぜひとも。それ全然やってくんないですけど。ちゃんと仕切りますね。そうかね。だから自分だけさ、なんかスゴロクで言ったら上がりみたいな。そうだね。そう、俺たち下々の人間はもう何もしてくれない。もうなんないですよ。もう12月に。この企画を本当にやるんですけど、はい、そうですね、はい、一応もうかなり今サンミュージック行ってきたんです、はい、サンミュージックの若手もかなりやる気満々で、一応サンミュージックのキャプテンが竹山くんが就任して、はい、竹山くんが責任持って5人先発するっていう、はい、グレッグカンパニーさん誰の、はい、ボスですね、ボスですキャプテン、はい、サンドウィッチマンもいるんですが、はい、長野、雷、おみふり現地とかおりました。これからちょっと、ね、頑張ろうとしてます。誰を出してくるんですか。今ちょっとスケジュールを調整してくるんですから頑張ります。僕にはですね、僕には第一報は雷を出すって。いや雷じゃダメでしょ。竹山さんがやっぱりいらっしゃるんで、はい、そこはもう伊達か富澤出さないと。ねえ、ね、格っていうものがあるんだから、まあ、その事務所の格ということ。かなり気合入ってましたよ。すごかったです。グレッグカンパニーも気合入ってます。首を取ってやるっつってね。そうですね。一応全てギャラは総取りっていう、はい、そうです。首切りバッチですから、はい、それは聞いてますよね。聞いてます、はい、まあ、要は5人どのくらいの玉がいるかってことですよ。そうですね。玉をちょっとまた見に、はい、行きますか。行きます。やっぱり売れてない匂いがする。前も聞いたから。あ、久々に見ました。すげえ。畠山さんやっぱ喜んでたよ。あ、本当にうちの、あの父のところに畠山さんから連絡来て、タカさんからよろしくって、うちの父親のところにメール来て、あ、本当だったんだと思って。正直信用してなかったんですけど、親のこと本当に知り合いだったんだとびっくりしました。その後ちょっと仕事増えた。はい、なんか私岩手でラジオさせていただいてて、であのスポンサーがいなくて打ち切りになりそうだったんですけど、このタカチャンネル出たよっていうので営業していただいて、もう、今も続いてます。石原さん、なんかイングランドのサッカー選手みたいな人いますよ。え、イングランドのサッカー選手みたいなのいますよ。ナイスミッシュギャル。ちょっとだけ、そこまでしてあげてください。それまでも売れてない。ちょっと触るとこれ運気下がっちゃう。結構いろいろ出てます。グレープカンパニーだし、芸人としては売れてないんですけど、モデルとしては売れました。何として？モデルとして売れたの。グッチとか、うん、サンローレンとか、うん、エルメスとかは出れました。あ、そうなの。よかったよかった。全然興味を受けない。というわけで、もうあの時間もないし、人混みの中にいるのはあまり、もう武道館の前なんで、発表します。12月26日ですね。グレープカンパニー VS サンミュージックとの、お笑いワールドシリーズを開催します。ちなみにですね、はい、出れるのは5組だけです。5組を、サンミュージック
さんは、竹山くんが選ぶ、はい、うん、グレープカンパニーさんは今雷を出すが、雷が5人を選ぶって言ったんで、今あゆみちゃんを殴りました。いや、どうかでした。多分伊達か翔猿が一応キャプテンとして5人出すと思うんで、その5組に入るよう、これから2ヶ月しっかり頑張って芸を磨いて、賞金は、勝ったチームの総取りです。ですから負けたら1円も、賞金の分配はキャプテンに全て一任してあります。12月26日、元気に5組ネタを作って、お会いしましょう。うわネタ社長から一言。はい、なんと、前回からこういう話がありまして、はい、実現しましたので、はい、サンミュージック VS グレープカンパニー、グレープカンパニーが優勝するように頑張りますね。皆さん頑張ってください。じゃあ、武道館あるんで、人混みはダメなの。登場キャスト、お笑いワールドシリーズという。車パーツのホールで、その崖のほうにあったのなんでじゃ当たり前だよ。何やったのって、下見たらでもそれはぐーっとこらえるのか。ちょうどもうるさい。左足をぐーっと伸ばしていきます。はい、ぐーっと横浜ウィンク、ウィンクやないね。イエーイ。